はい、皆さんこんにちは。りなです。なかです。80ブログです。私たちはドイツにいます。レナはドイツに過ごして2週間ぐらい経ちました。はい、今2週間ドイツにいるんですけど、それ3年ぶりにドイツに戻って、うん、いろんな逆カルチャーショックを感じました。もう日本人みたいになってますからね。もう日本人だよ。日本人がドイツに来てもう完全に日本人だよ。やばい。逆カルチャーショックを感じていらっしゃいます。はい、そう、本当にそれ小さいことで始まるんですけど、うん、タカが私に買ってくれたカバン、あの閉めれないんだ。ああ、カバンの上がね、チャックがない、はいはい、もうずっとこう、なるほど。怖い怖いみたいな、すられないように。そっか、こっちのカバンは基本チャックで閉めれて何か取られないようになってんだ。そうだよ、だからそういうカバンはドイツに売れないよ。確かにがっぷり上開いてるもんね。そうだ、すぐこうシュッてすられて電車の中とか危ないもんね。そうだよ、めちゃめちゃだからこうやって持ってんの。そうで、お店の中でもなんかどこに置くかとか、なんかささっとちょっとトイレに行くとか、ちょっと注文しに行くとかが全部できないから。そっか、そうだね、日本だったらテーブルに置いといてトイレ行ったりできるけど、海外だと持っていかないと危ないもんね。で、私はもうそのセンス全く忘れたから、うん、他の人に注意されるよ。なるほど。もうちょっと気をつけて、カバンもうちょっと気をつけて、あ、ここに置かない方がいいんじゃないみたいな、友達とかお母さんとかが言ってくれるけど、もう完全に日本人だよ。それはそうだね、危機管理能力が完全に日本人だね。そう、日本人はほとんど気にしないからね。やばいよ。スタバとか行ってもだって携帯置いたままトイレ行くからね。あ、そう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 、財布置いたまま。そう、ありえないよ。それはドイツでやるともうほぼ 100% の場合にはこう誰かが取って、多分2分後に戻ってきても何もないよ。本当にだから、か、もう本当にいろんなカルチャーショックを受け入れて。それはでかいね。それ以外もう逆にサービスが悪いというマインドセットでドイツに戻ってきたんですけど、うん、まあ、日本で本当にそのおもてなしとかサービスはもう良さすぎて世界一だし、うん、もちろん私はドイツはあの良くないということが頭に入れてます。はい、日本と比べたらってことね。はい、日本に比べたらドイツのサービスは全然良くないという頭でドイツに着いたら、うん、逆にあのいいサービスがあることにめっちゃびっくりしてる。そうなんだ。ドイツも捨てたもんじゃないと。でも思ってた以上に悪くないって思った。一個があの空港に着いた時にあのパスポートコントロールの人、はい、今までなんか結構めっちゃ悪いイメージだったけど、この日の人がめちゃめちゃ元気でいい感じになんかウェルカムしてくれた。そう、 前の人ともなんか冗談を言ったりして、私にもああこんにちはみたいな、ああドイツ楽しんでくださいみたいな。いや、パスポートコントロールはね本当に人によると思う。めちゃめちゃ冷たい人もいれば、めっちゃウェルカムな人もいるし、俺もめっちゃ感じるもん。だから日本人だとその日がめちゃめちゃ辛くても、うん、それはお客さんに感じさせられないでしょ。確かに、その自分の気分に応じてお客さんへの接客が変わっちゃうとかね。めちゃめちゃ変わる。確かに日本だとね、そこは絶対見せないもんね。常に同じサービスをお客さんに提供する、自分がどんな日でも。そうそうそう。でも私は本当にあの逆に良かった。あ、でも日本のサービスに慣れて海外に行くとやっぱカルチャーショックになるよね。俺からしたら、マレナからすると逆カルチャーショックになるよね。うん、そうそうそう。で、私は2週間前名古屋からドイツに飛んだら寒っと思ったよ。もう普通に名古屋はもう27度とかの日があったけど、うん、ここに着いたら17度、夜中は0度。そう、寒いよね。寒っ。夜寝るときめっちゃ寒いのドイツ。もう本当に外はもう凍えるぐらい寒い。これに慣れてなくて。だってもう5月近いんだけど、夜はやっぱり10度以下に下がるしね、気温は。0度ぐらいまで行くもん。うん、そう、超寒いよ。だからもう私は完全に名古屋の天気に慣れて、まあ、日本の春が早く来るとか。そうだよね。あんまり雨がないこととか、うん、に慣れちゃったらもうドイツの天気はショックだよ。だってもう5月だけど、俺今これタートルネックのユニクロのカシミヤのセーター着てるからね。そうで、今日まだ暖かい方だよ。日がめちゃめちゃ長いことを感じた。ああ、それは俺も思った。来た瞬間にずっと明るいじゃんと思って。そう、8時ぐらいに日が落ちるんだけど、うん、日本も7時ぐらいでしょ。だからそこまで変わらないけど、うん、日本はそこからはもう変わらないでしょ。7時ぐらいより遅くならないけど、うん、ドイツだと普通に10時とか、そのピークの一番長い日は10時ぐらいまで明るいってすごいよ。ずっと明るい。みんな夜遊びしちゃうじゃんね、明るいから。耐えらないじゃん家に。ああ、大丈夫だと思っちゃうよね。ああ、まあ大丈夫だよだと思っちゃうじゃない、ね、日の長さは全然違うよね。ああ、日本の感覚でいるとドイツに来
来た時に長いなと。で逆に冬は日が短くなるから、めっちゃ短い。メリットデメリットあるよね。普通に4時だよ、暗い。そう、夏は10時まで明るいけど昼はもう4時超えるぐらいにはもう暗くなっちゃうから、旅行来るタイミングは考えた方がいいかもしれない。ああそうだね、もう夏の方が断然にいいよ、うん、でドイツの夏は暑すぎないから全然問題なし。そうで、それタカが感じてるかわかんないけど、うん、私たちはこう街を歩いたりするときに、うん、人に声かけられることは気づいてる。あ、めっちゃ声かけられるスーパー歩いててそっかタカ昨日、ちょうど昨日だけどスーパーで普通に買い物しようとしたら地元のドイツ人のマダムにドイツ語で話しかけられてわかんないわかんないってなってびっくりしたって感じで、全然ドイツ人に見えないじゃん。アジア人なんだけどドイツ語で普通にフレンドリーに話しかけてくるから、はい、ちょっとカルチャーショックで俺からしたら。あ、日本でだってそんなありえないじゃん。買い物しててさ、違う他の人にさ、全く知らない人に話しかけるってまあないじゃん。何々どこにあるのとかって普通に聞かれて、そうそうわかんないわかんないと思ってで道歩いた時にもあの、まあ、挨拶されたり、うん、何をやってるかとか聞いたり、私たちが、ね、あのこう動画を撮ってる時確かに、まあ、気になるだろうね周りの人は。だから散歩してると普通にいっぱい声かけられるし ね日本だとあんまないけどね。だから日本に慣れてると声かけられた時にちょっとびっくりしてアタフタして、うん、頭が真っ白になるっていうのが、うん、俺からしたらカルチャーショックだし、レナからしたら逆カルチャーショックだと思うし、もう挨拶すべきこととかもう完全になんか忘れてるみたいな。ちょっと違う、オープンマインドになんなきゃいけないね。もっと文化が違うから、うん、だからどっちかフレンディとかどっちかフレンディじゃないということではなくて、うんうんうん、なんかこう文化によって何が正しいか何が正しくないかは変わってくるから、うん、そのいい場所になれないと確かにちょっと変に扱えられる。確かに変な風に見られちゃうよね、うん、そうあんまり黙ってたりすると、こっちに来たんだったら人に話しかけるとか話しかけるときに楽しく会話するとかしないとこの人何って思われちゃうそ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 う、逆にこのテンションで日本に戻るとこいつうるせえなって思われちゃうねそう、次にまた逆カルチャーショックになったのが、私は完全に忘れたのが日本の買い物の便利さ。もう何時でも何日でも何か買いたい時があれば買いに行けること。なるほどね。ドイツはまずは朝8時から夜8時しかスーパーやってないし、それ以外のお店も絶対に閉まっている、うん、日曜日は全く営業しないのが、そうだね、めっちゃ不便。いや、ドイツに来て本当にそれは不便に思うよ。日曜日ほとんど全部クローズしてるから、ちゃんとプランニングをしないと、その金曜日とか土曜日に、うん、あ日曜日何を食べたいかを考えないと、うん、日曜日はもうテイクアウトしかない、それに行くしかない、マックとかに行くしかないみたいなねそうそう、本当に日本の便利さになれるとここでめちゃめちゃ逆カルチャーショックになりました。確かに。でもう一つ私は感じたのが、うん、あのパパが最近ここの家に仕事をするんですけど、あリモートで、ね、リモートワークをやってて、でもちろん私はいるから一緒に時間を過ごしたいから、うん、ちょっと長めにお昼休憩を取ったり、あと昨日も午後にちょっとバーベキューをやることを、ああやった、ね、急に決めたでしょ、うん、普通に半日は休めたでしょ、そんなに朝休みますって昼から休めるってことでしょでもちろんそんなにあのこう短い休みだけじゃなくて、うん、3週間休みますみたいな感じも完全に問題ない、うん、その休みに対する感覚が日本人と全然違うよね。そう、日本人例えばさ1日休むだけでもさ2週間3週間前から上司にあーごめんなさいこの日休みたいんですけど、うーん大丈夫ですかみたいな、ご迷惑をおかけしましてご申し訳ございませんでしたみたいな。そうドイツだとあ明日休みますみたいな、例えば今日の午後から休みたいですみたいな何も OK どうぞみたいな、楽しんでね家族との時間みたいな感じでしょそう、それがめちゃめちゃ羨ましいよ。レナももう日本の働き方にもう慣れてきてる部分もあるから、いやもう普通に自分で会社を持ってるのにそんなに明日休むということは一切言わないだからもう日本の働き方に完全に慣れて、まあそうだね、レナで言うとこっちで働いてないからね、ヨーロッパの会社で、まあ、インターンとかはしてたけど、うん、ちゃんと社会人として働き始めたのは日本の会社だから、もう日本のサラリーマンを卒業して今会社をやってるからもう日本のワークスタイルとかはね、その考え方に慣れてるかもしれないね。ワーク文化を変えたいなと思った、ね、日本ドイツの方がいいなと思って、もう俺もドイツの方がいいと思うよワーク文化はね。タカも別に日本の会社で働いてないのに
まあそうだね、俺で言うとアメリカの会社に働いてるけど、でも日本にさ会社があるからさ、アメリカの会社とはいえ、だからやっぱり日本人の文化の働き方になってるもん、外資系とはいえね。そうで、俺3日4日前に来たじゃん。はい。もうすでにカルチャーショックなことがあります。はい、何？トイレでございます。あ、トイレはね、本当にカルチャーショックになっちゃう。あれはボタンがないよね、1個も流すボタンしかないよね。日本だとさ、ここにボタンいっぱいついてるじゃん。いらない。ウォシュレット、いらない。ベンズ温めるボタン、いらない。あれが全部ない。いらない。だからこっち来るとウォシュレットがないからお尻が切れちゃう。かわいそう。そう、お尻が切れてしまいます。お坊ちゃまの旦那様、お坊ちゃまの旦那様がうんこできなくなっちゃった。で、レナはそれ逆カルチャーショックとして感じないの？トイレの違いみたいな。いや、全く。日本のボタンも使わないから。そっか、ウォシュレット使わない派か。だから別に、でも便座が温かいのとかは、うわぁ、それは逆カルチャーショックになるよね、こっち来ると。もう慣れたら、本当に座ったら、うわぁみたいな。ただ私の両親もそれが嫌いなので、うん、全部のトイレにあのシールを貼って、あ、そうだ、もうこのやつがついてるから、この家はいいんだよ。この家はもう日本のカルチャーも半分突っ込んでるから、トイレがちゃんとシール貼ってあるけど、街中のトイレとか行くとね、もう冷たいし。次のクリスマスプレゼントで、うん、両親に日本のトイレを買ってあげれば、うん、あのウォシュレットついてるやつ。あ、じゃあ今度来た時持ってこようかな。それを土産にしようかな。そしたら俺快適にこの家で暮らせるじゃん。自分のためだよ。それは考えておきます。次のお土産ウォシュレットです。決定です。ママがなんかいくらにするのって聞かれたから。あ、ウォシュレット、ああ、どれぐらいなんだろうね、ウォシュレット。皆さん知ってますか、ウォシュレットの値段。 2,3 万で買えるんかな。いや、だからそのなんかいろいろあるでしょ。うん、いろんなあのレベルがあるでしょ。うん、なんか音楽をプレイをするとか、で勝手にこう開けたり閉めたりするとか。自動で開いたり閉めたり、あと立ったら勝手に流れるとかね。ああ、そう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 。だからいや、そんなハイレベルなものいらないと思う。いや、そんなハイ、買うならなんかめっちゃめっちゃすごいやつを買った方がいいんじゃない。で、ウォシュレットを初めて両親に使ってもらった感想とかも聞いてみたいし。ああ、ね、びっくりすると思うし。ちなみに、うん、私の両親が、うん、タカのシャワーの文化にショック受け入れてるよ。綺麗好きだよ。タカが1日2回シャワー浴びてるよ。夜と朝。それはあの日本人もしないことなんだけど。で、ちなみにあのドイツはシャワー朝浴びる、うん、あ、そうだね、文化があります。それの逆カルチャーショックじゃん。もうだってレナさ、寝る前に浴びるじゃん、日本に長いから。もう完全にそれに慣れて、なんか夜に浴びた方がいいと私は思ってます。でも日本に来る前は朝浴びてたんでしょ。はい。だから完全に日本人になっちゃったってことだよ、そこはね、うん、で、こっちに来て逆カルチャーショックを感じてる、まあね、レナのママとパパは朝浴びてるもんね、うん、毎日。今さっき浴びたばかりね。お腹減ったよ、めちゃめちゃ。今はこれも12時30分。はい、カルチャーショックですけど、まだ俺たちご飯食べてません。そう、これはレナからしたら逆カルチャーショック。まあそれも私の家なかもしれないけど、うん、なんか結構その食べる時間を変わった。そうだよね、あの朝を食べずにお昼を食べて、うん、で夜を食べる。俺今めちゃくちゃお腹減ってるよ。私もお腹減った。だからこっちの家に来ると朝は基本食べないじゃん。で、昼過ぎにめっちゃボリューミーなものを食べるから、で夜はそこの残りとかちょっと軽めに夜食べるとか。だから日本の食生活からするともう180度違う感じだよね。これをいろいろ話し合ったら、うん、私は本当に完全に日本人なんだよって。いや、もう完全に日本人だと思うよ。コメントでもよく来るじゃん、レナさんどんどん日本人になってますねみたいな。ちなみにあのドイツの料理いろいろこうめっちゃ楽しみにしてて、うん、今2週間経ったんですけど、もう食べたいものを大体全部食べましたよ。あ、食べきりましたか。で、もうそろそろ日本の料理を食べてもいいぐらいになってる。もうそこも日本人になったね。本当にもう美味しい寿司を食べたいとか、味噌肉みうどん食べてもいいなと思って。俺味噌カツも食べたいしね。味噌カツいいな。いや、もうこれお腹空いてる時にひつまぶしもあるよ。話さない方がいいよ。あ、ひつまぶし。あ、最初にひつまぶし食べに行く、日本帰ったら。帰ったらそうだね。まあ本当に日本人になりました。3年日本に暮らして完全に日本人になったドイツ娘でございます。でもまあここにいる間にいろいろ楽しもうと思ってます。2人で楽しんでます。そう、俺で言ったら3年ぶりの海外旅行ですので。そっか、そうだね、テンション上がってます。はい、ではこの動画はここで終わりにします。楽しかったならいいねボタン押してください。
チャンネル登録もよろしくお願いします。次の動画も楽しみにしてくださいね。バイバーイ。バイバーイ。